カタルーニャ自治州議会は、スペインカタルーニャ州における立法機関である。カタルーニャ州政府首相の選出に責任を持つ。直近のカタルーニャ自治州議会選挙は2021年2月14日に行われた。一員制の議会であり、任期は4年間。任期満了時、または解散時に全議席が改選される。カタルーニャ州を構成するバルセロナ県、リエイダ県、 タラゴナ県、ジローナ県を、それぞれ一つの選挙区とし、4選挙区に、計135議席を有する。カタルーニャ州議会議事堂は、カタルーニャ州とバルセロナのシンタデリア公園に位置する。20世紀初頭には、カタルーニャ地方の代表者による自治制度を設ける試みが何度かなされた。1914年から1925年のカタルーニャ自治団体連合の時代には、 バルセロナ県、ジローナ県、リエイダ県、タラゴナ県の代表者による会議が行われたが、ミゲルプリモデリベラによって廃止された。1931年のカタルーニャ共和国の設立宣言が頓挫した後、カタルーニャ自治憲章の下で、独自のカタルーニャ議会が創設され、1932年に議員が選出された。1934年から1936年には、 カタルーニャ議会自体が開催されず、スペイン内戦中の1938年には、フランシスコ・フランコによって廃止された。1975年に、フランコが死去して、民生遺憾期を迎えると、1980年には、現在のカタルーニャ衆議会が初開催された。議長執務室に続く、サロンカタルーニャ自治衆議会長者外観。ありがとうございます。